鍋島直明昭和12年11月19日は、明治時代の家族で、陸軍軍人、政治家、陸軍少将、肖像くらい、君二等、高四級、男爵、貴族院議員。長女、純子は、白爵、牧野信明の長男、信道と結婚、また上皇后、道子の皇太子妃時代の東宮女官長を務めた。その娘に、 名門小東幼稚園創設者の林貞子らがいる。鍋島茂明海軍中将は、兄、鍋島茂林の子。秘前国佐賀に、深堀鍋島や、鍋島茂正の次男として生まれた。明治28年、藩主一門の白石鍋島や、鍋島正公の長女、医師の入府となり、家督を継ぐ。明治25年、陸軍士官学校卒業。 明治26年陸軍騎兵将尉となる。明治30年10月27日、男尺に助尺した。この騎兵連隊中隊長、ことひと新郎付部官となる。大正3年騎兵第6連隊長を務め、大正5年8月、陸軍騎兵大佐となり武田宮高級王府部官となる。大正8年7月25日、陸軍少将となり、 同日、予備役に返入された。大正11年9月より没するまで貴族院、男爵議員となる。所属会派は厚生会。昭和12年皇居。行年69歳。墓所は玉霊園。家督は、鍋島忠孝が継いだ。ありがとうございます。